くとよく赤になるんですよ、はい、でそしたらずらずらずらとこの辺までこう停滞してるんですよ、はい、でそしたらやっぱり止まったら何あれみたいな。若い頃東京おったんですよ、ね、よう6年ももっと思いますよ、うん、できたぞ、醤油ラーメン濃厚、はい、袋とあの、なんだっけ、ティッシュだけその袋の中入れておいてください。あのペーパーだけ持って出しておいてください、はい、このボタンとかも反応したりするんですか？反応しない。あ、しないですか。反応するやつがあの辺のやつ、後付けのやつは反応する。押したらなる。あ、いいですか。まあ、どうぞ。止まります。これは、はい、使えんのんじゃけど、はい、ヤフオクで仕入れた。あ、そうですね。ヤフオクで仕入れて、300円。300円だったんですかね。300円。いや、多分あれですよ、あのそんなに価値はない、価値ないけど、これ500円じゃなかったかな。この猫バスは1円。もともとはなんかそのバスがすごい興味あったみたいな。いや、僕もともとバス運転手なの。あ、そうなんですか。嘘。ごめんね。あ、びっくりした。大丈夫。一応それ下り、あのいつもテレビ出たりするときに下りなんで。あー、なるほど。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、もうお決まりのワードみたいな。はい、まあ、みんな大概やっぱりびっくりするじゃないですか。あ、そうなんですかとかって、ほんで、で嘘って言ったらなんだみたいな。若い頃東京おったんですよ、はい、ほんでまだその当時だけ、今でこそどこ行っても都会じゃけど、はい、あの結構空き地とかもいっぱいあったんですよ、昔、はいはいはい、あのお台場とかああいうところ、はい、で、あそこで、なんすか、バスのラーメンがあったんです、はい、で、当然その動くバスじゃないよ、もう、はい、もう廃車になって、はい、とりあえずそこまでは運んできたよみたいな、そういうバス、はい、ナンバープレートもついてなければ、はい、あの動きもせん、はい、そんなバス、はい、でそれを中をもうほんとね、あのこんな綺麗な内装じゃないですよ、もうほんとね、あのもう昔のまんま、あの床もあの多分若いけど分からんと思うけど、あの木です、そう、はい、ですあのバスでラーメンしようか。じゃあもう床とかもすごいなんかまあ年季の入った状態。もう本当で、電気あったのかな、よう分からんけど、まあで、あのくてこてのラーメンで、はい、であのバイト先バイト行って曜日によって違うとこいろんなとこ行くんですよ、はい、でそこの偉い人を乗っけて、あのそこ今日行くぞとかで連れててもらって、はい、でお飲むかとか、いいんですかとか。当時まだ10代とか20代だったけ、はい、これあのわこれすげえとかって覚えとんだけど、今だったらちょっとあれ、食べって言われても、いやちょっとごめんなさいって言うぐらい濃かったです。とてつもない子だった。あのほんま家系なんか可愛いもんですよ。のレベルじゃった今覚えとんのは。まあでも短縮やってますよ。そうね、なんか、まあ、皆さんのおかげでもう本当ね、よう6年ももっと思いますよ。うん、期間限定ラーメンで、まあ絶対その時その時でやっぱり買ってくるんですか。買えますね。なんかまあ季節感があるものとか、はい、じゃけ、いや、これ冷たいラーメン
した方がいいんかなとか、夏場になると、はい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 、ただ去年もあの今年どうしようかな、あんまりしようないよなって思いよって、はい、でよう来る人が やっぱり夏になったら冷たい目するんかなとかって言われたんですよ、はい、やっぱりやらないけんの、あ今年やりますよとかでやったんですよ、はい、だけどその人そのワンシーズンずっと混んでからいやお客さん振らんかった俺にまあまあやっぱいいんですけど、でも夏ででもあんまみんなあれですね、その辺は変わらないですね、変化が、いや時々忘れた頃に、はい、冷たいラーメンってないんですかって言われるけど、それぐらいで、でもやっぱ望まれてないような気がする。元々の横浜走る時の姿、はいはい、あこちらのバスが走るとそうそうそう、はいはいはい、で、首都圏走れようになって、はい、あそう京都に移った。あ京都、これあこちらですか、はい、ので最初この2枚とこの2枚を持ち来てくれたんですよ、はい、でこの写真が上にあって、はい、これどうぞとかって言われて、あいただきますありがとうございますってもらうじゃないですか、はい、ほんでそのお客さん帰るで、もう今でも忘れて覚えてますけど、土曜日で、はい、なんかなんすか土曜日で昼の時間が終わって、あ今日もよう頑張ったなとかって思ったら、こう何くれたんじゃろうとかって、俺バスマニアじゃないんだよとかって思ってほんで3枚目めくったらこれじゃったんです。あ僕が買った時このカラーじゃったんです。ああなるほど、はいはいはい。でそしたらこの写真ってこのバスなんじゃとかってそれで改めて分かって、はい、ほんでそうでその人が横浜からもう9回ぐらい来て、そうすごいですね。やっぱそのやっぱ思い入れがあってのやっぱ、いやもうマニアもうこのバスの形っていうか車種のマニアでもあるしみたいな部分もあるんですか。このバス会社が大好き。あ大好きなんですか。こねるとこんな形で取ってくる、はい、で粉からこねてこれがじゃああと伸ばしてとか伸ばしてその状態になる。こんな感じになります。そうほとんど手作業なんで、はい、当然まあ機械とかで調節できるんですけど、はい、結局実機的なもんとか、はい、今日は天気がとてもいいんで、はい、すごくやりやすいんですよ、はい、で暑かったりしたらよく伸びすぎるし、うん、じゃあ雨の日とかでもちょっとやっぱ湿度とかもう全然ダメですね。こう伸ばしたりするときが天気悪かったら、はい、あんまり良くない。うーんそのこねるときの水分で、はい、こねていくんで、そのラーメン屋さんと大きな違いは、はい、水の量が全然違うんですよ。まああと食べてもらえば分かるんですけど、ちょっと食感が、はい、まあもしかしたら覚えとってかどうか分からないけど、ちょっともちもちっとした食感になるんですよ。
今日はあんまちょっと分かりにくいな、こう、こう絞っていってると、こう空気の塊がこう移動してるのが分かるんですよ、この。この辺、この辺見たらよう分かるんだけどね、この上から、上から見てよう分かる。こう、ああ、そうですね。見えますね。その、ちょっと空気の。空気の。ごめんね。はい、すいません。ごめん。いや、こっち、向こう行ったらそこ信号があるんですけど、はい、日曜日とか夕方になったらこう、あそこよく赤になるんですよ。はい、でそしたらずらずらずらっとこの辺までこう停滞してるんですよ。はい、でそしたらやっぱり止まったら何あれみたいな。なんか、あの、興味津々で見てもらうと、お、勝ったな俺、とかって思いますね。俺の勝ちじゃなくて、目立ったもん勝ちかな、みたいな。そうですよ。これが完成ですね。完成ですね、はい。で、こっからもう湯がいて使える。使えますね。で、ただ、だけ、あの、本来は、さっき見たその熟成、はい、こう団子の状態で伸ばした状態で、麺切った状態、はい、ここでも本当はもう一日ぐらい寝かした方がいいんですよ。ああ、寝かすとまあさらにまたあのもちもち感が増すみたいな。増すと思います。あ、うん。でも結局これじゃ あの2日も3日も置いときゃいいのかっていうと。マシマシかっていうとマシマシじゃないと思います。ちょうどいいタイミングを見極めないとっていうことなんですかね。で、あ、今日、まあ、大体その流れで今日お客さんどのくらいかなとか、なんかこう今日考えながら今日は日曜日だし、あのちょっと頑張ろうかなとか、頑張ろうかなっていうか たくさん来てくれるかなとかって思いながら、あの、あ、先週こうだったし、あの今月、あ、今週は月の半ばの週だけちょっと少ないかなとか、あ、まあまあそんな感じです。なるほど。うん。なんか昔の喫茶店であったような流れるあれですね。こう、エビの替え玉いきましょうか。お願いします。それでニンニクとか入ってもいいんかな。あ、全然大丈夫です。そうなんですか。はい、やっぱりあの音楽がなかったらちょっとなんかずれる感じ。なんかあの乗らんね。いつもどんな音楽をかけるんですか。今はあの昭和レトロな歌かけてるね。あ、はいはいはい。うん、あの一応
あのペコちゃんとかなんとか、はい、あの昭和をイメあのが置いて、はいはい、あの昭和チックな、うん、おやば、できたぞ、はい、できたぞ、できたぞ、できたぞ、じゃあここに置くで、はい、うん、あ、ありがとうございます。醤油ラーメン濃厚、はい、あ、すごい、ちょうどいい濃厚さ加減いうか、ですか、はい、このもちもち加減とあのスープの辛みがちょうどいいですね、はいだぞ。これがエビの替え玉です。はい。じゃあ次、あ、ポータマトッピングで。はい。また別に。そうですね。味変でエビの香りというか、風味がすごい感じで、またなんか違う感じでなんかいいですね。これ。そのこのエビの何ですかね。この風味っていうのがすごい麺に。しっかり絡んでて、ですか、はい、なんか多分この麺のもちもち加減だからこそ表せる表現というか、あれなんかなと思いますね、こちら。いろんな出会いがあって、出会いあったね、いっぱいテレビに出さすもんだし、うん、なんか、うん、なんかいろいろ、なんかいろいろできたね、なんか、うん、僕の一応あのどう言えばいいですかね、通過地点かもしれんけど、ちょっとこのミッションだけはクリアしたいなっていうのがあるんだ。あ、はい、そう、そこはでもやりたいな、うん、方々頑張るんだけど、ちょっとそれな、ちょっと、いや、頑張るんですよ。あ、そのご自身の中での目標が、このお店での目標があって、はい、そう、そう、それはまだちょっとシークレットみたいな感じですね。でも結構テレビで言ってますよ。TBS 系、はい、でも放送したのは多分大阪系列なんで MBS かな、はい、あのテレビ番組があるんですけど、そうなんですよ。でそこはもう、はい、でテレビ番組に出た時に、それあの言ったんですよ、はい、そしたらあの、芸能人が一応2人来とって、はい、その傍らが「無理無理!」とかって「うるせえ!」とか。
なんか、ちゃかしてる感じで。そう、あの、うん、要はあの、昔、もう今、芸能界おらんかもしれんけど、おるんかな、よう分からんけど、あの、よう炎上さす人じゃった。あ、はい、はい。あ、はい。でもやっぱり、まあでも、ミッションがないと、モチベーション上がらんよね、やっぱり。そうですね。ね、どうやってモチベーションを維持していくか、継続させるかだけかな。うん、ね、確かにそうですね、その通りですね。間違いではないですね。うん、そうですね、確かに。それは大事かと思いますね。ですか。はい、ですか。そう思いますね。うーん。ね、まあ面白いと思います、本当にそういう。はい。あの、第2社、うん、第3社から。そう、でもだけ、まあそのミッションがクリアしたときに、やっぱりでも、それがあるけ頑張れるっていうか、ね、まあまあね、ありがとうございます締めみたいな感じですけど、いやすごいあれ、なんか貴重な言葉なんで、うん、そうですか。はい、すごいなんか、あまああんまりあの脚色線系、あのそのままそのままでしょるけ、うん、うん、あ